ジョン・デービソン・ロックフェラーシニアは、アメリカ合衆国の実業家、事前家。1870年にスタンダードオイル社を創業し、ピーク時は、アメリカの石油の90%をコントロールするなど、同社は石油市場を独占して、アメリカ初のトラストを結成した。1897年に事実上引退し、その後は、現代的フィランソロピーの構造を定義し、 慈善活動に力を入れた。スタンダードオイルは、オハイオ州で、ジョンと弟ウィリアム・ロックフェラー、ヘンリー・フラグラー、ヤベツ・エボ・ストウィック、科学者、サミュエル・アンド・リュース、スティーブン・ V ハークネスによって創設された。ケロシンとガソリンの需要の高まりとともに富も、膨れ上がっていき、アメリカ人初の10億ドルを超える資産を持つ人物となった。 彼が亡くなった1937年当時の遺産は14億ドルにも上り国の経済の1.5%以上であった。物価の変動を考慮すると史上最大の資産を持つ富豪とされている。事前活動の現代的かつ体系的アプローチの構築に引退後の40年間資産の大部分を使った医療、教育、科学研究促進などを目的とした財団を 創設した。彼が創設した財団は、医学研究を推進し、ハリム首相や、大熱病の根絶に貢献した。また、シカゴ大学とロックフェラー大学を創設し、フィリピンに、セントラルフィリピン大学の創設資金を提供した。熱心なバプテスト信者であり、生涯にわたって、米国バプテスト同盟を支援した。彼は、酒とタバコをたしなまなかった。 リッチフォードの聖火ニューヨーク州リッチフォードで、ウィリアム・エイブリー・ロックフェラーとその妻、イライザ・デービソンの6人の子供の2番目として生まれた。ケ図ズ学者は、祖先の一部は、フランスのユグノーで、17世紀にドイツに逃れたとしている。父はかつて林業を営んでいたが、巡回セールスマンとなり、植物の意思を名乗って、エディキシールを売り歩いた。 近所の人々はそんな珍しいもの好きの父をビッグビルとかデビルビルと呼んだ。旅に出ていることが多く、家には侵入者のように時折帰ってくるだけだった。父は生涯にわたって真面目に働こうとせず、常に一山当てようともくろんでいるような男だった。イライザは新人深いバプテストであり、夫が不在の間家庭を維持するため奮闘した。夫は 頻繁に外に女を作り、時には重婚していたこともあるが耐え抜いた。自然に倹約が常となり、息子には恋の浪費は悲惨な欠乏を招くと教え込んだ。若きロックフェラーも家事を手伝い、七面鳥を育てて金を稼ぎ、ジャガイモや飴を売ったり、近所に金を貸すなどして家計を助けた。小皿を大皿と交換しろという父の助言に従い。 彼は常に取引で有利になることを心がけていた。父は、チャンスがあれば息子たちも騙す。そうして、奴らを敏感にしたいと言っていた。少年の頃一家で、ニューヨーク州モレービアに、引っ越し、1851年にはさらに同州、OE5 に引っ越しており、OE5 では学校に通っている。1853年、クリーブランド近郊のストロングスビルに移った。 クリーブランド中央高校で学び、商業専門学校で10週間のビジネスコースを受講し簿記を学んだ。父の不在と頻繁な転居にもかかわらず、ロックフェラーは行儀が良く、真面目で、熱心な少年に育った。当時を知る人は彼を、控えめで真面目で新人部各基調面で分別があったと評している。議論がうまく、正確に自分の考えを表現できた。 また音楽好きで将来それで身を立てたいという夢を持っていた。早くから算術と経理の才能を発揮した。18歳のロックフェラー1855年9月、16歳の時製造委託会社ヒューイットタトルにて簿記助手の職を得た。長時間働き、そのオフィスの仕事のすべてに精通するようになる。特に輸送費の計算に熟達し、そのことが 後々のちに役立った。最初の3ヶ月間の給料は50ドルだった。当初から給料の約6%を寄付しており、20歳の頃には10%をバプテスト教会に寄付している。若い頃、10万ドルを貯めることと100歳まで生きることが目標だと語っていたという。1859年、資本金4000ドルで、 モーリス・ウィー・クラークと共に製造委託会社を設立。そこで着実に利益を上げていった。食料品の卸売から、はじめ、1863年には当時クリーブランドの工業地域だったザ・フラッツに建設される製油所に投資した。この製油所を直接所有していたのはアンドリューズ・クラークカンパニーで、クラークとロックフェラーと科学者。 サミュエル・アンドリュースとクラークの二人の兄弟が創業した会社である。石油産業は洋卵機だった。原油が大量に使用するには高すぎるものとなり、安価な燃料が必要とされていた時代である。兄フランクが南北戦争で従軍した頃、ロックフェラーは彼の事業も引き継いでいる。北部の裕福な人々が従軍する代わりに北軍に資金提供したように彼も北軍に 資金提供した。石油産業史に詳しいダニエル・ヤーギンが重要だと指摘する出来事が1865年2月に起こった。クラークと対立したロックフェラーが持ち株をクラークに売り払ってパートナーシップを解消し、製油事業を72,500ドルで買収したのである。その買い取った権利をもとに、科学者のアンドリュースとロックフェラーアンドリュース社を設立した。 ロックフェラーも後に、その日、私の経歴が決定したと述べている。南北戦争後、鉄道の成長と石油に支えられ、西部に向かって開発が進展。ロックフェラーは、良い位置につけた。多額の借金をし、利益を再投資し、市場の変化に迅速に対応していった。1864年9月8日、クリーブランドで教師のローラ・セレスティア・スペルマンと結婚し、 五人の子を授かった。ベシー、アリス、アルタ及びイーリスの四人の娘と末っ子の一人息子ジョン・ロックフェラー2世である。後にロックフェラーは彼女の決断は常に私のそれより正しい。彼女の助言がなければ貧乏なままだったろうと語っている。ロックフェラーはエイブラハム・リンカーンに投票しており新たな共和党を支持していた。 地元のバプテスト教会の熱心な改修の一人として、日曜学校で教え、評議員や教会の事務を務め、時には門番役も買って出た。生涯にわたって信仰を行動指針とし、それが自身の成功の源泉だと信じていた。神が私に金を与えたとも言っており、蓄財を恥じることがなかった。ジョン・ウェス・レイの格言、得られるすべてを得て、 可能な限り節約し、すべてを与えなさいを心情としていた。1866年、弟、ウィリアム・ロックフェラーがクリーブランドに別の声優賞を立て、ジョンとパートナーシップを結んだ。1867年、ヘンリー・エム・フラグラーがパートナーに加わり、会社はロックフェラーアンドリュースフラグラーとなった。1868年には、 クリーブランドの二つの製油所とニューヨークの販売市会社を持つようになり、当時世界最大の製油会社となった。この会社が後のスタンダードオイルとなった。1875年頃の写真南北戦争が終わった頃、クリーブランドはピッツバーグ、フィラデルフィア、ニューヨーク、原油の大部分を産出していたペンシルベニア州と共にアメリカの石油生成拠点の一つになっていた。 1870年6月、ロックフェラーらは、スタンダードオイルオブオハイオを結成し、オハイオ州で最も高収益な製油所となっていった。スタンダードオイルは、アメリカ屈指のガソリンやケロシンの生産量を達成するまでに成長。熾烈な競争にさらされていたペンシルバニア鉄道に代表される鉄道事業者らは、鉄道運賃を安定に保つためカルテル結成を試み、 ペンシルベニアの主要産油拠点以外のスタンダードオイルなどの企業と共謀してサウスインプルーブメントカンパニーを設立した。カルテル参加企業は大量化送人として優遇され、製品の輸送料金は最大50%という値引きを受け、競合製品の出荷にも割引が適用された。その一環として通常の貨物輸送料金の大幅な値上げが発表される。 独立油性オーナーらはこれに反発し、ボイコットや破壊行為などが発生し、スタンダードオイルの取引に関連する部分が明るみに出ることになった。ニューヨークの主要な製油所、チャールズ・プラットカンパニーを経営するチャールズ・プラットとヘンリー・エイチ・ロジャーズが、このカルテルへの反対の急先鋒となった。ロジャーズによって引きられたニューヨークの生成業者たちは協会を組織し、 1872年の3月中頃に、チャールズ・プラット・カンパニーの代表として、ロジャーズを含む3名の委員を、オイルシティの石油業者組合の顧問に送り込んだ。彼らは、ペンシルベニアの独立石油業者と共に、PRR 及び他の鉄道会社から、サウス・インプルーブメント・カンパニーとの疑わしい取引を終了すると約束する協定を取り付けた。 結果として、貨物輸送運賃はこれまで通りとなった。報道で非難されたがそれにもめげず、ロックフェラーは競合する、製油所の買収、自社の経営効率の改善、石油輸送の運賃値,値引き強要ライバルの切り崩し、秘密の取引、投資資金のプール、ライバルの買収などの手段を駆使して、事業を強化していった。1872年には、 わずか4ヶ月で、クリーブランドの競合企業26社のうち22社を、スタンダードオイルに吸収合併し、クリーブランド征服あるいは、クリーブランドの虐殺などと呼ばれた。かつて敵対したプラットと、ロジャーズもスタンダードオイルと競合し続けるには、限界があり、1874年、かつての強敵の軍門に下る秘密協定を取り交わし、彼らは、ロックフェラーのパートナーとなった。 ロックフェラーは協力と統合の計画をもってチャールズ・プラットに接近した。プラットはロジャーズとロックフェラーの提案について話し合い、彼らは統合が利益になると判断した。ロジャーズは条件を文書化したが、それはプラットと自分への金融的保障と仕事の保障をその内容とするものだった。ロックフェラーはロジャーズの申し出を受け、チャールズ・プラットカンパニーは ロックフェラーの事業に加わる重要な独立性油業者の一つとなった。特にロジャーズはロックフェラーの片腕としてスタンダード・オイル・トラストの結成に力を発揮することになる。プラットの息子、チャールズ・ミラード・プラットはスタンダード・オイルの重役に就任した。ロックフェラーは競争相手にまず自社の帳簿を見せてどんな敵と戦っていたのかをわからせ、それから正式な申し出をした。 それでも抵抗する相手は、倒産に追い込み、資産を競売で安く買い叩いた。本人は、産業界の救助者、慈悲の天使を自認しており、弱者を吸収することで、産業全体を強化、効率化し、競争力を高めていると考えていた。スタンダードオイルは水平方向にも垂直方向にも、成長していった。自前のパイプライン、タンク車、 宅配網を備えるようになっていった。製品が平均的過程で入手可能となる要原油価格を抑え、必要とあれば競合他社を締め出すために原価割れの価格で製品を販売している。タール、塗料、ワセリン、チューインガムの原料など300以上の石油製品を開発。1870年代末にはアメリカの石油の90%を生成するように、 なった。この頃すでにロックフェラーは富豪になっていた。スタンダードオイルの株券1877年、スタンダードオイルは主要輸送業者だったペンシルバニア鉄道と対立。原因は新たな輸送手段としてパイプライン輸送を採用し、その建設と取得を開始したためである。ペンシルバニア鉄道側はスタンダードオイルのこの動きを 運輸業への進出とみて反撃することにし、製油所やパイプラインの買収と建設を進める子会社を設立した。スタンダードオイル側もこれに応戦し、他の鉄道に輸送を切り替え、貨物運賃を劇的に低減させる価格競争を開始し、労働不安まで引き起こした。結局スタンダードオイルの勝利となり、ペンシルバニア鉄道は石油関連の子会社を スタンダードオイルに売却した。しかしその戦いの余波として1879年、ペンシルベニア州政府はロックフェラーを石油業界を独占したとして訴え、他の州も次々と同様の訴えを起こし、スタンダードオイルの召喚行が全国的な問題となった。スタンダードオイルは徐々に水平統合を達成し、それによってアメリカでの石油の生成と販売をほぼ支配下に収めた。 灯油市場では古い流通システムを自前の垂直システムに置き換えた。タンク車で各地に灯油を運び、タンクワゴンで小売りの顧客に提供した。それにより卸売りの既存のネットワークを迂回した。灯油の品質が向上し価格が下がったにもかかわらず、スタンダードオイルの召喚校は激しい議論を巻き起こした。競争相手に対するスタンダードオイルの最も強力な武器は、 低価格と顧客によって異なる価格設定、交通機関による秘密の輸送費割引だった。ジャーナリストや政治家が同社の独占的手法を攻撃し、反トラスト運動が盛り上がった。1880年のニューヨークワールド氏は同社を、これまで我が国に根付いた最も残酷で厚かましく無慈悲な独占と評した。批判に対してロックフェラーは、 我々のような大規模なビジネスでは我々の知らないところで行われることもある。我々はそれらを知ったらすぐさま是正すると応じた。当時、法人化した企業は法人格の付与を行った州の外では資産が所有できないという法的障害を抱えていた。そのため、ロックフェラーたちは各州に個別に経営される会社を所有しており、全体の管理がやりにくい状態だった。 1882年、ロックフェラーの顧問弁護士だったサミエル・ドットは、彼らの資産を集中化する革新的な企業形態を考案し、スタンダード・オイル・トラストを誕生させた。トラストは、企業群の企業であり、その巨大さと、富は多くの注意を引きつけた。会社群の株式を受託者に予託し、株式を共通化、その予託者による理事会を創設して、 巨大なグループにまとめたものである。このトラストではロックフェラーを含む9人の理事が41の企業を経営した。さらにグループ経営を円滑にするために経営委員会を設置した。この経営委員会が理事会に代わってグループの実際の経営を行った。この委員会の下には輸送やパイプラインなどを担当する専門委員会があった。 一般大衆と報道機関はこの新しい法人形態を怪しんだが他の企業はこのアイデアに飛びつきそれによってさらに世論が燃え上がったスタンダードオイルは無敵な雰囲気を漂わせるようになり競争相手や批判者や性的に対して常に優位に立つようになった世界的にも最も巨大で裕福で恐れられる企業となり 好景気と不景気の波にも影響されずに一貫して利益を生み出すようになった。アメリカ国内に2万の油性、4000マイルのパイプライン、5000台のタンク車、10万人以上の従業員を抱える巨大帝国となった。石油生成の世界シェアは絶頂期に90%に達したが、その後徐々に80%にまで低下していった。 トラストを結成して気がいなくなったにもかかわらず、1880年代のスタンダードオイルは世界の石油市場を支配する絶頂期から衰退し始めた。ロックフェラーは世界中の石油生成を支配する夢を諦め、後に我々が実際に石油産業を完全に支配していたら、世論がそれに反発していただろうということに気づいたと認めている。 海外の競合企業設立や海外での油田発見により、スタンダードオイルの優位が徐々に崩れていった。1880年代初め、ロックフェラーは最も重要な革新を生み出した。すなわち、原油価格を直接操作するのではなく、市場の状況に合わせて、石油の保管量を操作することで間接的に制御するようにしたのである。 さらにパイプライン内の石油に対して証明書を発行。この証明書は、投機化による売買対象となり、事実上の石油先物市場が形成され、石油価格がそこで決定されるようになった。1882年後半、石油先物取引を容易にするため、マンハッタンにナショナルペトリウムエクスチェンジが創設された。 1880年代、世界の原油の85%はペンシルベニア産だったが、ロシアやアジアの油田からの石油が世界市場に出回り始めた。ロベルト・ノーベルは埋蔵量の豊富なロシアの油田に石油生成会社を作り、パイプラインやタンカーも備えるようになっていった。パリのロスチャイルド家も石油事業への投資に乗り出した。さらに、 ビルマやジャワでも油田が発見された。さらに、白熱電球が発明され、照明目的で灯油を燃やすことが減っていった。スタンダードオイルはそれでも状況に適応すべく、ヨーロッパに進出し、アメリカでは天然ガスの生産を手掛け、自動車向けに、それまで使い道がほとんどなかったガソリンを増産した。スタンダードオイルは、ニューヨークに本社を移転し、 ロックフェラーはニューヨーク実業界の中心人物となった。1884年、ウィリアム・ヘンリー・ワンダービルトなど富豪が多く住む54番街に自宅を構える。街を歩けば、事前活動を嘆願する者が常に群がり、生命の危険もあったが、毎日オフィスまで列車で通った。1887年議会は、仲裁通商委員会を創設し、 鉄道貨物運賃の統一を強制したが、その頃には、スタンダードオイルの石油輸送の中心はパイプラインになっていた。さらに1890年に、シャーマン法が成立して、スタンダードオイルへの大きな脅威となり、最終的にスタンダードオイルトラストが解体される主要因となった。特に、オハイオ州は反トラスト法の適用を厳しく実施し、 スタンダードオイルオブオハはオは1892年にトラストから分離されることになりトラスト解体の端緒となった。しかし1889年にニュージャージー州で州内の法人が他の法人の株式の所有を認める法律が成立したためこの法律を使い再編成が可能となった。それはトラストを解体しニュージャージースタンダードオイル社に全米にある 系列会社の株式の全部または大部分を所有させ、合法的な持ち株会社にすることであった。この再編成の結果、全国規模の事業展開が可能になる上、トラストに対する攻撃に対しての緊急避難口となった。1890年代に入ると鉄鋼山と鉄鋼石の輸送に事業を拡大し、鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーと衝突するようになり、 新聞などで彼らの対立がよく報道されるようになった。また、ペンシルベニアの原油産出量が減少してきたため、オハイオ、インディアナ、ウェストバージニアの原油生産拠点を買い漁り始めた。この急激な事業拡大の時期に、ロックフェラーは引退を考え始めている。トラストの日常の経営は、ジョン・ダスティン・アッチボルドに任せ、ニューヨーク市の北に、 新たな邸宅を購入し、自転車やゴルフなどに興じる悠々自的な生活を送るようになった。産業界の王、ロックフェラー大統領に昇格したセオドア・ルーズベルトは、シャーマン法違反訴訟をいくつも起こし、議会から改革案を引き出した。1901年、カーネギーの鉄鋼関連資産を引き継いだ、US スチールの実験をジョン・モルガンが握るようになり、 スタンダードオイルの鉄関連事業も US スチールに売却された。この取引を仲介したのはヘンリー・クレイ・フリックでスタンダードオイルの鉄関連事業と US スチールの株式を交換しロックフェラーとその息子が US スチールの取締役に就任している。1902年63歳で正式に引退した時、投資により5800万ドル以上を得た。しかし、 スタンダードオイルに対する批判や訴訟は依然として多く、特に1904年のイーダ・ターベルによる、スタンダードオイルの歴史・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・スタンダード・オイル・カンパニー出版後には、その攻撃の声は高まった。その本では、同社のスパイ活動、価格操作、強引なマーケティング戦術、訴訟回避の戦術などを暴露している。ターベルは、その反響の大きさに驚いた。 彼女の父はサウスインプルーブメントカンパニーの件で石油事業から撤退したという経歴を持っていた。ロックフェラーはターベルについてこうにはその思い違いをしている女性について言うことは何もないと発言。一方で彼と会社のイメージを改善するキャンペーンを開始した。長年報道機関には沈黙を保つという方針だったが、 資本家と労働者はどちらも荒々しい力を持っており、何らかの制限を加える知的な立法が必要である、というようなコメントを発するようになった。1908年には改装録を出版している。批評家は、その改装録がきれいに取り繕われたもので、事業成功の潜在的な必須の要因は、高度な取引についての法律に従うことだなどという、文言は、 ロックフェラーのビジネスの実態とはかけ離れているとした。ロックフェラーは1911年まで名目上の社長の肩書きを保ち持ち株も保持していた。ついに1911年5月15日にアメリカ合衆国最高裁判所はスタンダードオイルがシャーマン法に違反しているとの判決を下した。その時点で同社は石油生成市場の70%を占めていたが、 アメリカでの原油供給量の14%しか握っていなかった。最高裁はトラストが不法に市場を独占しているとして解体命令を下し、同社はおよそ37の新会社に分割された。現在のこの子フィリップスの一部となったこの子、b p の一部となったアモコ、エクソンモービルの一部となったエスソとモービル、シェブロン、ペンゾイルといった石油企業は旧スタンダードオイルが 前身になっている。解体された時点でロックフェラーは、スタンダードオイルの25%以上の株式を所有していた。彼も含め株主は分離後の各社の株式を、元々の株式の割合の分だけ得ている。ロックフェラーの石油業界への影響力は減退したが、その後10年間で各社の株式から多大な利益を得ている。それらの会社の価値の合計は、 解体前の5倍に膨れ上がり、ロックフェラーの個人資産は9億ドルに膨れ上がった。ロックフェラーは若い頃から教会に収入の10%を寄付していた。その教会は後に米国バプテスト同盟に加入し、南北戦争後の南部での解放奴隷支援運動を推進することになった。ロックフェラーが裕福になるにつれて寄付も増え、主に教育や公衆衛生目的だが、 基礎科学や芸術目的でも寄付を行った。1891年以降は、フレデリック・テイラー・ゲッツというバプテストの牧師が寄付先を助言し、1897年以降は息子も助言した。エフィジェンシー・ムーブメントの信奉者であり、非効率な学校、場所が悪い学校、不要な学校を助けるのは無駄である、全国的な高等教育システム増強のための、 浅はかな教育プロジェクトで金を浪費するくらいなら、もっと適切な我々のニーズに合った金の使い道があったはずだと主張していた。彼と助言者は条件付きの寄付を考案。その条件とは、寄付者が個人的に気遣っている、人々のなるべく大勢に影響するような組織を根付かせることで、そうできたならさらに注意深くその組織を観察して、さらなる協力をすることになるかもしれない。 というものだった。1884年、アトランタにアフリカ系アメリカ人女性を対象とする大学創設のための資金を提供。ロックフェラーの親戚で南北戦争以前から奴隷制度廃止運動に熱心だった人の名を冠してスペルマン大学が創設された。スペルマン大学の現存する最古の建物はロックフェラーホールと呼ばれている。 デニソン大学をはじめとするバプテスト系の大学にも多額の寄付をしている。シカゴ大学はもともとはバプテスト系の小さな大学として存在していたが財政難で1886年に閉鎖された。ロックフェラーが8000万ドルを寄付したことで、新学長ウィリアム・レイニー・ハーパーの下で1890年に世界的な大学として再出発した。 ロックフェラーの資金提供で1903年に創設された一般教育委員会はアメリカ全土の様々なレベルの教育促進のための組織である。歴史的にはバプテストとの関わりが強く、特に南部の黒人教育に熱心だった。また、イエール大学、ハーバード大学、コロンビア大学、ブラウン大学、ウェルズリー大学、バッサー大学といった東部の依然から、 ある大学にも財政支援をしている。教育そのものの研究はカーネギー教育振興財団が行っており、同財団はアメリカでの医学教育に革新をもたらした。ロックフェラーと息子個人的にはホメオパシーの信奉者だったが、ゲイツの助言もあって医学研究に多大な貢献をした。1901年、ニューヨークにロックフェラー医学研究所を創設。 同研究所は1965年にロックフェラー大学となり医学以外も扱うようになった。ロックフェラー大学の関係者から23人のノーベル賞受賞者が出ている。1909年ロックフェラー衛生委員会を創設。同委員会はアメリカ南部の農村地帯で長年問題となっていたハリム首相の根絶に貢献した。戦術の一般教育委員会は 1910年に公表されたフレックスナーレポートの勧告に強く影響され、出資先ががらりと変化した。1913年、ロックフェラー財団を創設。1915年に廃止された衛生委員会の後を引き継ぎつつ、対象範囲を広げた。この財団に2億5000万ドル近くを与えており、公衆衛生、医学教育、芸術などを 主な寄付対象とした。同財団は、ジョンズ・ホップキンス大学に、アメリカ初の公衆衛生大学院を創設する、資金を提供した。また、中国に、北京協和医学院を建設した。第一次世界大戦時は、戦時救護活動を支援し、老子関係を研究する部門を創設して、後に、カナダ首相となるウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングを、ディレクターとして雇った。 1920年代には、ハリムシ根絶キャンペーンを展開した。このキャンペーンでは、政治家や医療関係者を使い、政治と科学の両面からキャンペーンを展開した。肖像が、ロックフェラーの4番目の大きな事前事業として、1918年に、ローラ・スペルマン、ロックフェラー記念財団を創設、主に社会研究に資金提供した。後に、 ロックフェラー財団に吸収された。ロックフェラーは総額5億5000万ドルを寄付している。晩年のロックフェラーはどこへ行っても大人には10セント効果、子供には5セント効果を上げることで知られるようになった。ふざけてハーベイ・ファイアストーンのような符号にも効果を与えた。レイクビュー墓地にあるロックフェラー家の記念日1937年5月23日、98歳の 誕生日の2ヶ月前に、フロリダ州、オーモンドビーチの自宅酒ケイスメンツにて、動脈硬化が元で亡くなった。オハイオ州クリーブランドのレイクビュー墓地に埋葬された。しかしながらその時、巨額の財産の極わずかしか持っていなかった。ロックフェラーは、自らの一族に莫大な生前贈与を行い、とりわけ息子のジョンディ・ロックフェラー・ジュニアには多くを与えた。結果、 一族は20世紀のアメリカで最も豊かで最も影響力を持つ一家となった。ロックフェラーの孫、デイビッド・ロックフェラーは、チェース・マンハッタン銀行の CEO を20年間、務めた。同じく、ロックフェラーの孫ネルソン・ロックフェラーは、ジェラルド・フォード大統領の下で副大統領に、就任し、もう一人の孫インスロップ・ロックフェラーは、アーカンソー州知事に就任した。 彼の創尊ジョン・ロックフェラー4世は、現在民主党のアメリカ合衆国上院議員であり、かつてはウェストバージニア州知事を務めていた。86歳の時自分の生涯を次のような詩で表現した。ロックフェラーは石油業界で長く活躍し、その後は慈善活動で長く活躍した。そのため彼のイメージはそれらの融合したものとなり、同時代の人々からは、 様々な見方をされた。例えば彼と共謀した人々の中には、破産に追い込まれた者がいる一方、スタンダードオイルの株式を対価として得た者も,もいれば、一部には同社の重役になり裕福になった者も,もいる。また政治家や作家には、ロックフェラーと良好な関係を築いた者も,もいるし、ロックフェラーに代表される泥棒男爵と戦うことを選んだ者も,もいる。電気作家アラン・レビンスは、 ロックフェラーの敵への答えとして次のようにまとめた。電気作家ロンチャーナウはロックフェラーについて次のように記している。ロックフェラーは単にその蓄えた資産の大きさでも記憶されている。1902年のアメリカの GDP は240億ドルだったが、同年のロックフェラーの資産は約2億ドルに達していた。第一次世界大戦直前には、 ガソリンの年間販売額が9億ドルに達し、金融、運輸、工業などの産業にも投資し、アメリカの経済成長とともに、彼の資産も増え続けた。ニューヨークタイムズ紙の死亡記事には、ロックフェラー氏が引退した時点で、スタンダードオイルや他の投資から蓄積した資産は15億ドルと推定されていた。これは、個人が自身の努力で蓄積したものとしては、 史上最大の富であったとある。1937年に亡くなった時点で、当時のアメリカの GDP が920億ドルだったのに、対し、ロックフェラーが家族への信託資金として残した遺産は14億ドルと見積もられた。計算方法によっては、ロックフェラーは近現代史上最も裕福な人物とされる。アメリカの GDP への割合で見た場合、ビル・ゲイツも、 サム・ウォルトンも遠く及ばない。ヨーロッパで人気のあるディズニーキャラクターのジョン・ディ・ロッカーダックはロックフェラーの事前事業にちなんで命名された。ロッカーダックは通りにいる人たちに光る新しい効果を分け与える習慣を持っている。ライフ氏が1999年に選んだこの1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。ありがとうございます。